家の中で高温多湿になりやすい場所がキッチンや浴室脱衣場、はい、さらにはトイレこれら注意が必要ですねこの中でも特にこちらですはい、キッチン熱中症に注意が必要です<ー>火を使いますからね、熱、はい、くなりますよねでは対策がこちらです はい、常に換気扇を回したりエアコンを使うさらには水分補給そして火を使わないなど調理方法を工夫するもうできることをししていいくしかなでですねそうですねねそう大谷さん冬の場合はヒートショックというのがあって、うん、ですから脱衣所は冬も夏も要注意ですね、うん、そうですね、うん、それにまあ料理をするで僕も時々やるんですけど、はい、扇風機を持ってこようかと思うんですが、うん、やはり火を使っている手前使いづらいということもあるし、うん エアコンかけても換気扇でどんどん空気が出ていっちゃいますからねからこれはかなりやはり作る方の気持ちになっていろんなメニュー献立作りをしていかなきゃいけないということなんでしょうかなりこういった時期ライフスタイルというかメニューも含めて考えていかなきゃいけないそうですね。やっぱりいいろんなアアイディア出していかないとねはい あの松川の小学校がお着物使ったと、はいういいアイデアですよね。トッさにね、できることをやるっていうことですね。はいうんはい